こんにちは、あるある研究所の野中です。下生です。この度僕たちはブログから中高生の勉強あるある解決しますという本を出版しました。はい、この本は現役大学生、僕ら現役大学生が書いた勉強の悩みから解決できる、脱出できるという本になっています。はい、当時僕ら中高生当時やる気が出なかったり、志望校の決め方が曖昧でよく分かんなかったり、どうしていいか分かんないことってたくさんありましたよね。たくさんあった、たくさんあったよね。そういうことに対して、じゃあ当時どうすればよかったのか、どうしたらもっとうまくいったのかっていう情報を伝えたいっていう思いでこの本を書きました。じゃあ中高生はこの本を読むとどう変われるか。はい、この本を読むと、こう勉強があるつまりみんなが共通する悩みとか失敗であること、ケアレスにしちゃうとか、志望校の決め方が曖昧だったり、そういうことに対してうまくいく工夫が、見つかるんじゃないかなと思います。この本もちろんなんですけれども、まずはブログとかをはい、気軽に訪れてもらえると嬉しいです。はい、それじゃあ本の紹介を終わります。バイバーイ。バイバーイ。